随格は、大日本帝国海軍の航空母艦。昇格型航空母艦の二番艦。太平洋戦争末期の1944年10月25日に、沿岸の岬沖海戦で沈没。艦名には昇格型の二番艦として昇格から、踏襲された、鶴に、めでたいという意味の、随を当てた。随格は、太平洋戦争で、真珠湾攻撃。 三五海海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、マリアナ沖海戦等の海戦に参加し、同系艦の昇格とともに、日本海軍の主力艦として活躍したが、昇格と対照的に、マリアナ沖海戦まで一発も被弾しなかった幸運艦であった。随格は、昇格とともに、日本の軍艦では、 初の球場監視を採用して高速化が図られ、防御力も昨夜450キロの魚雷の直撃にも耐えられるように設計された。1930年代初頭、日本海軍は、ワシントン海軍軍縮条約、ロンドン海軍軍縮条約から脱退、第二次ロンドン海軍軍縮会議も決裂した。これを踏まえ、第3次海軍軍備補充計画が帝国議会で承認される。 1> 第1号艦、第2号艦、第3号艦、第4号艦、第5号艦として、1938年5月25日に、川崎造船所艦船,船工場で、随格が寄港された。銅造船所が建造する3万トン級大型軍艦としては、混合型船艦3番艦春名、伊勢型船艦1番艦伊勢、加賀型船艦1番艦加賀に続く4隻目となった。 1939年9月14日、軍令部より、高松の宮信人新郎少佐が抜き打ちで、神戸幹線工場を訪れ、随格の後期を半年繰り上げられないかと発言。それを受けて3ヶ月の後期短縮が決定され、これが、結果的に、2年後の随格の真珠湾攻撃への参加を可能とさせた。同年9月30日、 神戸造船所で建造中の空母に、随格、不設艦に、密信、砲艦に橋立て、潜水艦3隻に移号第21潜水艦、移号第23潜水艦、移号第24潜水艦、不設艇に、浮島の艦名が正式に与えられた。11月15日、空母飛流艦長の横川一平大佐は、本艦偽装委員長に任命された。 同年十一月二十七日に浸水。昇格や随格という軍艦が浸水したことは公表されたが、その概要は伏せられている。九百四十一年八月十四日、随格は、暮れ界軍交渉での仕上げ作業のため神戸から、暮れ基地に向かう途中、室戸岬沖で台風十四号の暴風雨に遭い、その際ハッチの締め忘れにより浸水するという出来事が、 あった。1941年9月25日、収益。同時に、横川偽装委員長は、正式に、随閣の初代艦長となった。随閣は8月8日に竣工していた、姉妹艦の昇格、駆逐艦2隻とともに、第五航空船体を編成した。この時点では、姉妹艦特別するために、看板全部に、巣と書かれていた。ただし、 最終状態の時には書かれていない。1941年9月12日に内示された昭和17年度海軍戦時編成によれば昇格型航空母艦2隻は第11駆逐隊とともに第1航空戦隊を編成し、それまでの1航戦は第51駆逐隊とともに 第5航空戦隊となる予定であった。しかし、機関として使用する予定であった。完成直後の昇格を訪れた第1航空艦隊司令部は、昇格型の飛行艦板は、他の空母と比べて、著しく短い、環境付近の飛行艦板の幅が狭く、艦上機の運用に、不便と評価を下しており、その影響もあって可変性外の予定は中止された。 真珠湾攻撃1941年9月1日、第5航空戦隊は、第1航空艦隊に編入され、真珠湾攻撃に参加した。艦上攻撃機体48機が、宇佐基地、艦上爆撃機体54機が、大分基地、艦上戦闘機体36機は、佐世保海軍航空隊の大村飛行場を基地として、離着艦訓練や近郊湾、渋士湾、 再起湾での訓練を行った。昭和16年11月14日、ハワイ作戦のため、文後水道で訓練中の随格。11月16日、随格は、呉基地で、燃料、弾薬、食料などを搭載、関西機も全機収容した。出港前に、副長から、およその目的地と機構地を説明されるのが、通例であったが、今回は、 それがないまま出航し、途中で時間の搭載機部隊を、各陸上基地から離陸させて、着艦収容すると、再起湾に病白した。再起湾には、ハワイ作戦に参加するほとんどの24隻の艦船が集まっており、翌17日午後に、山本56連合艦隊司令長官の視察を受けた。各艦船は、機動部隊としての行動を誤魔化すため、 11月18日に、時間をずらしてバラバラに、再起湾を離れ、第五航空船体は、文後水道を多んとは逆に北上して、別府湾で停止した。日付が19日になった午前0時に再び、動き出して、文後水道を戻り、本州東方の太平洋を北上していった。機関赤木では、再起湾を出た、翌日の航行途中で、全飛行搭乗員へ、 ハワイ作戦が訓示されたが、随格では、ご出航以来、何も説明がないまま11月22日、千島列島のエトロフ島単幹湾へ入った。前、乗組員に艦長もしくは副長から、ハワイ作戦について知らされたのは、翌23日で、加賀が到着した後だったという。各艦打ち合わせと、兵器整備の後、11月26日、ナモ機動部隊は、 タンカン湾を出港して、艦列を連ねアメリカ海軍太平洋艦隊の拠点ハワイ新珠湾へと向かった。新珠湾攻撃前日に撮影された、随格戦闘機体搭乗員の集合写真。2列目右端は、岩本徹三31飛走12月8日、随格は、他の空母5隻と共に、新珠湾に対し2波にわたる攻撃を行った。随格からは、 計58機が出撃して、未帰還機ゼロという幸運なスタートを切った。当時の第五航空戦隊は、新兵が多く、比較的練度も低めだったこともあり、昇格ともども艦隊からお荷物扱いもされ、攻撃の際も、難しい雷撃ではなく、水平爆撃が主体だった。随格からの真珠湾攻撃参加機第一次。 攻撃隊99式艦爆25機コール式艦,艦、文隊長坂本名隊、零戦六機コール式艦、文隊長、佐藤正雄隊員、第二次攻撃隊97式艦二27機コール式艦、飛行隊長、島崎重和少佐12月24日、内地に帰島して、暮れ到着。その後、1942年1月1日付で、 随格、昇格搭載の常用規定数は、艦上爆撃機、艦上攻撃機が、各27機から18機に削減されて、第二航空戦隊と同じとなり、当社重量は、当初の3分の2となった。ラバウル攻略1942年1月5日に、クレを出港し、8日に内地を離れトラック白地へと、向かった。十四日、トラック白地儀、十七日出撃。 20から22日、空母4隻は、ラバウル攻略作戦に参加し、連合軍基地を空襲した。また5航戦の冷戦が、連合軍に飛行艇1機を撃墜、脱出した、搭乗員を、第6戦隊が、捕虜にしている。この時は、重だった抵抗も受けず、占領することに成功する。続いて、特別空襲隊となり、ニューギニア島らへを攻撃した。 一連の作戦後、五高戦は、ラバウル進出予定の96式艦上戦闘機16機の空輸を担当した後、1月29日にトラック白地へ帰投する。昇格は、駆逐艦2隻と共に内地へ帰投した。2月1日、マーシャル諸島方面にアメリカ機動部隊が来襲。同日、機動部隊はトラックを出撃して東へと向かったが、 2月2日夜に、機動部隊のマーシャル進出は、取りやめとなり、2月8日に、パラオに入港した。2月9日、随格特築艦2隻は、機動部隊本体と分かれて、パラオを出港し、2月13日に、横須賀到着。機動部隊から除かれ、連合艦隊直属航空部隊となり、アメリカ軍機動部隊の東京空襲に備えつつ、訓練に従事した。 関西機は、立山海軍基地や横須賀飛行場、鈴鹿海軍航空隊等で訓練に従事した。インド洋、作戦3月7日、横須賀を出港して、伊勢湾で航空隊を収容、セレベス島、スターリング湾へ向かうが、アメリカ軍の機動部隊出現により違反点。横須賀に入港した後の3月17日に再び、セレベス島へ向かう。24日、 セレベス島にて第1航空戦隊第2航空戦隊と合流する。駆逐艦谷風で、負傷兵1名が発生するが、機関赤木は、赤里患者多発のため、受け入れを拒否し、結局、随格で手術を行った。26日に出航、インド洋に進出して、イギリス東洋艦隊との戦闘に備えた。4月上旬、正論置き戦に参加。 追格攻撃隊は A 空母ハーミーズ、オーストラリア海軍駆逐艦、バンパイア、コルベット艦、ホリホック、タンカー2隻を共同で撃沈した。第5航空戦隊は4月14日にシンガポール沖で他の空母と別れ、駆逐艦3隻と共に台湾のマコウ市に向かった。マコウには4月18日に到着、正式に 第27駆逐隊が5高戦の指揮下に入った。同日、アメリカ軍機動部隊は、日本本土発空襲を観光する。5高戦は、補給を実施後の19日に出航、伊予島方面に出動する。アメリカ軍機動部隊を捜索したが快適できず、25日になって、トラック白地に入港した。27日、第5船隊部隊が、トラック白地に到着。 機動部隊の戦力が揃った。機動部隊指揮官は、第五戦隊司令官、高木武雄少将,将で、五航戦司令官、原忠和少将,将は、第五戦隊の指揮官という立場である。しかし、高木、現少将は協議の結果、航空戦に関しては五航戦が主導する旨を、確認している。三五回、海戦1942年5月、第五航空戦隊は、 機動部隊から分離し、MO 機動部隊に編入されポートモーレスビー攻略作戦の支援に当たった。当時、アメリカ軍機動部隊は、南方にて、活発な行動を行っており、軽空母一隻の護衛では、限界があった。南洋部隊指揮官、井上成美中将は増援の空母配備を希望した。連合艦隊は、加賀の投入を予定していたが、 香川パラオ機工事の座礁修理のため4月中の派遣は困難だった。作戦実施時期を5月上旬に延期したため投入可能となったが要求される任務が多すぎるため香川でも兵力不足と判定された。南洋部隊は第2航空戦隊の派遣を希望したが連合艦隊は第5航空戦隊の連土工場を起とし5航戦第5戦隊第7駆逐隊 第27駆逐隊の何王部隊編入を発令した。こうして随格は、ポートモレスビー作戦に伴う参謀回回戦に参加することになった。作戦開始時の5公戦投載機は、随格計63機、昇格54機、2隻、合計117機だった。5月1日、MO 機動部隊はトラックを出撃、ソロ門海へ進出した。 出撃直後、対戦紹介に投入した、艦爆1、艦航2が悪天候のため母艦に戻れず、回収できないまま作戦を続けた。MO 作戦に従事する前に、ラバウルへ冷戦休機を空輸するよう加令されていたが、悪天候のため空輸を実施できず、たびたび予定を変更している。この間、フロリダ諸島を占領したつらぎ攻略部隊は、 米空母ヨークタウンの艦載機に襲撃され、駆逐艦菊月等を撃沈されている。5月上旬、MO 機動部隊は、アメリカ海軍第17任務部隊と交戦した。5月6日夜、MO 機動部隊は一旦速度を10ノットとして、北上を開始。5月7日、MO 機動部隊艦載機が、米空母と誤認された、給油艦、ネオショーと駆逐艦シムスを撃沈した。 この攻撃で、随格艦爆1機が被弾して、ネオショーに自爆攻撃を勧告した。一方、MO 主体も、第17任務部隊艦載機の空襲を受け、小大鳥が沈没という被害を受けた。また、MO 機動部隊の白母攻撃もアメリカ軍機による、迎撃を受けて、艦爆12機中1機、艦攻15機中8機を喪失、他にも、被弾機を出して失敗した。 翌日の使用可能機数は随格45機、昇格51機となる。度重なる失敗に、原忠和司令官は、海軍を辞めたいとまで漏らした。また、MO 主体より、第6戦隊、第2小隊が、MO 機動部隊に合流、駆逐艦有明を、不時着機救助に派遣したため、その戦力は、空母2隻、従順4隻、駆逐艦5隻となった。5月8日、 昇格の飛行隊長、高橋赤一少佐が指揮する MO 機動部隊艦載機69機は、第17任務部隊を攻撃する。昇格隊は、空母歴シントンを攻撃して、同艦を自沈に追い込んだ。追格攻撃隊は、ヨークタウンを中破させたが、魚雷を命中させられず決定的戦果を上げられなかった。対する第17任務部隊艦載機は、 スコールの下にあった髄核を発見できず、昇格に集中攻撃を加え、爆弾3発の命中により、昇格が大破し炎上した。髄核は損害こそ受けなかったものの、多数の艦載機と搭乗員を失い、随半駆逐艦の燃料も不足、また、敵空母2隻を撃沈したと錯覚したため、米機動部隊追撃を諦めて北上した。 同日有告の報告によると、随格の使用可能期は、艦船24、艦爆9、艦航6、翌日修理完了予定だったという。小和大鳥が沈没し、小和も大破され、随格の航空隊消耗という経緯を受けて、井上司令長官は、ポートモレスビー攻略の延期を決定した。連合艦隊は、これの最極力残敵の殲滅に、 ストムムベシと発令して、南洋部隊を出席する。南洋部隊は、地下部隊に南下及び作敵攻撃を命じるが、航空機の消耗に加えて、燃料不足が行動を制約する。昇格は、駆逐艦とともに、内地へ開港された。随格は東方丸から、燃料補給を行った後、作敵を実施する。だが漂流する、ネオ症を発見したのみで、 アメリカ軍機動部隊は逃走した後だった。5月10日、連合艦隊は、ポートモレスビー作戦の延期を発令。MO 機動部隊は、ミッドウェイ作戦準備のため、南洋部隊から除かれる旨を通知した。5月13日、MO 攻略部隊の編成は解かれ、南洋部隊は、ナウルオーシャン攻略部隊作戦を実施することになる。同日、随格は、 戦闘機体のラバウル空輸を実施。第5戦隊と分離し、第7駆逐隊と共にトラック白地へ向かう。同白地を経由して内地への航海中、洋上で35回海戦における戦死者35名の葬儀を行う。5月21日、内地に到着した。昇格海洋町の福地地下を中佐は、海よく、スコールに隠れた随は無傷で、 被害は昇格に集中し、随格は誠に幸運艦でした。と、山本長官に報告したら、長官は、随格の幸運を喜んだだろうかと述べている。6月5日、横川大佐は、筑波海軍航空隊司令官へ転任。同時に、同航空隊司令官、野本溜木大佐は、随格二代目艦長に任命された。同日、日本軍は、 ミッドウェー海戦で大敗し、主力空母4隻を一挙に失った。第五航空戦隊は MO 作戦後はミッドウェー作戦に参加予定であったが、35回海戦の被害により不参加となった。1942年5月14日に5、高戦から35回海戦の戦死者の報告があり、その損害があまりにも大きかったので、 昇格と随格の両艦とも到底時期作戦に使えないことが判明した。一航換司令部航空参謀言、多実中佐は集中という平日の原則に反していると感じ、作戦前に第5航空戦隊が参加できるまで待ってでも、ミッドウェイに戦力を集中するべきと主張したが、受け入れられなかった。赤木に乗っていた、報道員、牧島定一が戦後の著書で、 炎上する若木から脱出する際に、玄田が、昇格と随格がいてくれたらなぁと呟いたと記述したが、玄田はそれは否定している。日本海軍は、アメリカ軍機動部隊が、アリューシャン列島より来襲すると予期し、北方への戦力集結を開始する。6月14日、随格特築艦裏風は、北方部隊編入を命じられた。 駆逐艦2隻に護衛され柱島を出港、4隻は大港へ向かった。23日期、アリューシャン攻略部隊の支援として北太平洋方面に進出。当時の軍隊区分における第2機動部隊は第1空襲部隊、第2空襲部隊という戦力だった。各部隊は米艦隊出現に備えて北方海面に進出したが特に戦闘は起きず、 7月7日に配備、撤収命令が出た。北方での紹介行動は、完全な空振りに終わった。7月13日、随格は、クレ行寄し、整備、補修を行った。7月14日、第5航空戦隊は、解体され、司令官、原忠和少将は、第8船隊司令官に転任した。また、同日付で、空母3隻は、 1> 第1航空船隊を再編成、同時に第3艦隊に編入。再建された日本海軍機動部隊の主力空母となった。随格飛行隊長には、現場ミノル中佐が任命されている。また、ミッドウェイ海戦の戦訓から、搭載機の編成も艦、艦船27、艦爆27、艦航18に改められ、艦州。 完備に2 5トル基銃の銃座を設置した。第三艦隊司令長官の名雲中将は、修理をエレーダーを装備した昇格に、正気を掲げた。第二次ソロモン海戦1942年8月7日、アメリカ軍は、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まった。追放出撃準備が間に合わないため、 第2航空戦隊より龍城を第1航空戦隊に臨時編入し、空母3隻を機関として南東方面へ進出する。24日、アメリカ海軍の第61任務部隊と交戦した。昇格、随格より発進した第1次攻撃隊37機は、昇格隊がエンタープライズを、随格隊がサラトガを攻撃した。零戦三と、艦爆十七機を、 喪失、冷戦3と、艦爆1機が不時着するという被害だった。第2次攻撃隊36機は、アメリカ軍機動部隊を発見できず空振りとなり、艦爆4が行方不明、艦爆1機が不時着した。この戦闘で、日本軍は3隻を、喪失、2隻が、中破した。アメリカ海軍は、空母エンタープライズが損傷したのみで、 輸送船団のガトー揚陸を阻止して勝利を収めた。随格は直縁の冷戦をアメリカ軍機と間違えて対空戦闘を行ったが5社で墜落した機はなかったという。深島に冷戦隊を派遣後、9月5日にトラック白地へ帰闘した。15日に出撃し、23日帰島。10月11日、第一航空戦隊はトラックを出撃し、 ソロモン海域へと向かった。10月15日、作敵機が4軍からなる戦団を発見。そのうち最も近いものに対して昇格と随格は、観光9機、観爆21機、零戦8機が攻撃に向かい駆逐艦メレディスを撃沈した。損害は、観爆、観光核1機未機関、観光1機富士着水であった。観光9機、観爆21機からなる。 第二次攻撃隊は敵を発見できず、本体からはぐれた、艦爆5機のみが、輸送艦2隻を攻撃したものの損害は、与えられなかった。夜間着艦の際、右に流れながら着艦した機が、随格信号症と環境に接触して海中に、転落、乗組員10名が負傷した。南太平洋、海戦10月25日深夜、第三艦隊は、 ソロモン諸島へ向け南下中、アメリカ軍哨戒機に爆撃されて、随格前方150メートルほどに、資金弾となった。報告を受けた第三艦隊司令部は、対応を協議、アメリカ軍に位置を発見されたと判断して一時北方へ、反転する。この行動が、日本側にとって、強行となった。10月26日、日本艦隊は、サイド米機動部隊と交戦する。 日本艦隊は、南雲中上直卒の機動部隊本隊、第11戦隊司令官、安倍光貴少将指揮下の機動部隊前衛、第2艦隊司令長官、近藤信武中将指揮下の前進艦隊に分離していた。日本側は、空母ホーネットと駆逐艦ポーターを撃沈、空母エンタープライズを中破、戦艦サウスダコタ、防空巡洋艦サンフアン、駆逐艦スミスに損傷を与えた。 一方、アメリカ側は、空母昇格と、従順ちくまを大破、空母随砲を中破させた。なお、第一次攻撃隊発進時に、随格攻撃隊の発艦が遅れた件について、随格の野本艦長は、レーダーを持っている昇格から、矢の催促が来たが、随格はないのでのんびりやることにしたと回想している。随格は、航空隊発進のため、風上へ向かい、 昇格と2万メートル近く離れ、このため、アメリカ軍攻撃隊は再び昇格に、集中攻撃を加えた。大破した昇格は、航空隊発進、収容が不可能となり、機関としての通信能力も喪失、そこで一時的に、野本随格艦長が航空船の指揮を取ることになった。後に、南雲中将や草加少将など、第三艦隊司令部は昇格から、 駆逐艦嵐へ移動し、さらに同艦から随格に移乗して、正気を掲げた。また本艦に損傷はなかったものの、関載機の消耗は甚大であった。10月30日、トラック白地起祷。戦死者の葬儀を行うが、輸送船に救助されていた随格飛行隊長、高橋忠正大は、葬儀開始1時間前に母艦へ帰還している。 11月4日、随格は、第5戦隊、第16駆逐隊とともに、内地へ帰島するよう命じられる。9日、随格隊は、文後水道にて佐世保へ向かう妙高隊と分離、暮れに到着した。このため11月中旬の第3次ソロモン海戦には参加していない。後日、昇格と随格は3回目の勘定を授与された。11月11日、 第三艦隊司令長官は南雲中将から小沢、自三郎中将に交代した。同艦隊参謀長も23日付府で、草加少将から山田貞義少将に交代している。後到着後、随覚は、瀬戸内海で消耗した、航空隊の再編や天山艦上攻撃機の、初着艦試験を行った。12月12日、トラック島への輸送任務に投入された。 空母流砲が、横須賀出港直後に、アメリカの潜水艦ドラムから雷撃され、中波、駆逐艦とキ風に護衛されて引き返した。このため随格が、流砲輸送物件を輸送することとなる。機材と関係者を乗せて、駆逐艦3隻とともに12月31日に、横須賀を出発。1943年1月4日、トラック機。 駆逐艦3隻はそのままガダルカナル島の戦いに投入された。1月7日、長戸型戦艦2番艦道の区空母随格、従順スズヤ、駆逐艦6隻は、トラック白地を出発。この航海では、道の区のために艦隊速力を16ノットに落とさざるを得ず、随格の乗組員は不安になったという。随格隊は、クレへ向かい、12日を置いた。 14日、クレイ九1943年1月18日、ヤマト型戦艦2番艦武蔵、空母2隻、護衛艦6隻は、クレを出発した。22から23日トラック機、ガダルカナル島からの撤退を支援するため、1月下旬に、基地要員を、駆逐艦2隻に乗せて派遣し、続いて航空隊を進出させた。一月十七日、 駆逐艦下下路が随核不時儀救助のために出動した。2月10日、基地院の大部分は第17駆逐隊に遺跡に分譲し、トラック白地の随核へと戻った。部員からサボ海峡を航行する空母をはじめとする連合軍艦隊への出撃に向かう随核の航空隊。4月上旬の移合作戦で母艦飛行隊の損害は総計17%となり、 ハワイ作戦時の2倍程度になった。小沢長官は、山本56連合艦隊司令長官に、母艦航空隊を陸上航空船に投入しないよう、申し入れたが、却下されている。第一航空船隊は、機材と搭乗員の一部を、第二航空船隊に移動し、整備、修理のため内置機等が決まる。5月3日、第一航空船隊は、 第10戦隊に護衛されて、トラック白地を出発。随格隊は5月8日、暮れ到着。随宝隊は、佐世保に開港された。環境と21号電探。この時期に、随格は21号電探を装備、環境周辺などに機銃を追加した。アメリカ軍の圧倒来行に伴い、連合艦隊水上部隊主力は、東京湾に集結し、 北方作戦に備える。当時の横須賀には、トラック島から東京へトラック島から東京へ、海軍港事件で死亡した山本五十六長官の遺骨を届けるために、戦艦武蔵、混合、春菜、空母巡洋、飛洋、従順洋艦トネ、ちくまなどが来航していた。5月18日、修理を終えた昇格と共に、クレを出発。5月21日、 機動部隊は、横須賀に到着した。だが、昇格状況は、4月末人員整備股間教育を、進むく終了。随格の状況は、人員補充進むく終。たばかり、大兵力をもって、留守延練不足であり、連合艦隊司令部としても作戦に自信を持てなかったという。5月29日、アッツ島守備隊は玉砕。有力な米水上部隊の不在。 燃料不足、守備隊玉砕という観点より、機動部隊の北方作戦参加は中止。各艦、各部隊は横須賀を経由して内海西部へ開港された。1943年5月末には、山本近尾軍令部第一課長が、今内地に、燃料は30万トン程度しか手持ちがない。 しかるに連合艦隊が無意にしていても毎月4万トン当て油は減っていく。機動部隊が北方作戦に出動すれば一行動二十数万トンはいるものと思わねばならぬ。もし出動して敵艦隊を決定的に撃破することができれば良いが、そうでなければ9月頃まで連合艦隊主力は動けないと説明していた。第一航空戦隊と巡洋艦2隻は、 秋月型駆逐艦3隻及び第27駆逐隊に護衛されて内海西部に移動した。6月20日、随閣艦長は菊池町産大佐に交代。6月30日、アメリカ軍はニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始。続いてニュージョージア島にも上陸を観光し、ニュージョージア島の戦いが始まった。情勢が緊迫する中、 日本陸軍部隊のソロモン諸島天洋が決まった。7月8日、空母4隻、水上規模艦日進従順3隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦部隊は内地を出撃。7月15日、トラック白地に到着。1943年9月17日、他の艦艇と共に訓練のため、トラック島を出港した。18日、アメリカ機動部隊が、 ギルバート諸島たらは、マキンを空襲したため、随格以下の日本艦隊は、このアメリカ艦隊攻撃に向かったが快適できず、23日にトラック島に帰島した。10月5日、6日今度は、ウェイク島を米機動部隊が空襲した。17日、日本艦隊等は、トラック島を出撃したがこの時も快適できずに、終わった。この結果、 艦隊用の燃料を大量に消費し、以後の作戦に支障をきたす事態となってしまった。1943年11月1日、アメリカ軍がブーゲンビル島、トロキナミ付近に上陸、さらにショートランド白地周辺を砲撃し、日本の基地航空部隊がこれを迎撃した。同日、小沢長官の第一航空戦隊の飛行機隊は、観光の 約半数を除いて、ラバウルに進出し、基地航空部隊と共同してロ、号作戦を実施することに決めた。ロ号作戦で、第一航空戦隊は進出させた戦力の、約7割の航空機と、約5割の搭乗員を失い、特に士官搭乗員の損害が大きく、空母部隊の再建が困難になると予想され、連合艦隊長官。 小賀峰一大将は11月12日に一公戦のトラック復帰を命じた。1943年12月7日、第三艦隊参謀長は山田少将から小村慶三大佐に交代した。同日、五海港部隊はトラック白地を出発12日にクレ到着した。12月18日、随格の艦長は、 菊池大佐から空母放送艦長、貝塚武雄大佐に交代した。菊池大佐は12月23日、府で、総合空母大砲偽装委員長に任命された。マリアナ沖海戦1944年2月15日、空地分離の方針により、第601海軍航空隊が編成され、随格飛行隊は、母艦の指揮下を離れた。3月1日、日本海軍は、 1> 第一機動艦隊を編成、第一航空船隊は空母3隻となり、シンガポール方面に進出して訓練を行った。同時期、随格3代目艦長の菊池大佐は3月7日より大砲初代艦長となっている。また、大砲法術長、大砲副長とも随格からの転勤者であった。大砲は3月10日に第一航空戦隊へ編入され、 4月5日にシンガポールへ到着、4月15日より第1機動艦隊機関となった。一方、この時期の随格には、航空機の緊急投機のため煙突の上に鉄板が貼られたほか、後部航空機格の凹庫の壁が切り取られ、艦備の探偵艦班に、天山艦上攻撃機3機を搭載可能となっていたという。また、ミッドウェイ海戦の戦訓から、 関西機への燃料補給と爆弾、魚雷装着は飛行甲板で行うようになったが、給油パイプは飛行甲板まで延長できたものの溶爆弾等は格納庫までしか伸ばせず、最後はエレベーターで爆弾や魚雷を飛行甲板まで上げる必要があった。4月下旬、シンガポールで推進軸受けの修理を実施。5月、アゴー作戦準備のためタウイタウイを経て、 ギマラスに移動し、6月下旬のマリアナ沖海戦に参加する。6月19日、小沢機動部隊はアメリカ機動部隊を攻撃し、随格も同日朝には40機の攻撃隊を発艦させたが、味方部隊の誤射による混乱やアウトレンジ戦法の失敗により帰還できたのは12機という大損害を受けた。また、 小沢機動部隊後部隊もアメリカ潜水艦の襲撃を受け、機関の大砲がアメリカの潜水艦アルバコア、昇格もカバラの雷撃で撃沈された。大砲脱出しす後の小沢自三郎司令長官や小村、慶三参謀長は、駆逐艦、若月、従順羽黒を経由して20日正午頃に随格に移乗した。6月20日午後5時25分。 白母攻撃隊として天山7機が発進。直後、100機以上のアメリカ機動部隊艦載機の空襲を受けた。機動部隊は随核を中心に、第5戦隊、第10戦隊、秋月型駆逐艦4隻という臨慶陣を組んで、アメリカ軍機を迎撃した。マリアナ沖海戦で防戦中の随核と2隻の秋月型駆逐艦。この攻撃で、資金弾6発を受け、 さらに随格環境工部の飛行甲板に爆弾一発が命中、小規模な火災が発生した。空襲下では投機するはずの小型移動式ガソリン車が戦闘中も飛行甲板に放置されており、これに引火したとされる。また格納庫でも火災が発生、消火用の水都市禁断による、箱から浸水により、艦内に水が溢れ、総員体感をささやく、 乗組員もあったという。本艦は環境を勝破した状態で、日本本土に帰還した。6月21日、軍令部は、陸海軍総力を挙げた、サイパン島奪還作戦を立案。小沢機動部隊残存空母は、練習航空隊あり、空軍機を搭載し、特設航空母艦も含めて7月4日に内地を、出発、サイパンに突入する予定となる。 連合艦隊参謀の上重徳大佐は、自ら戦艦山城の艦長となって、サイパンへ突入すると宣言したほどである。だが、日本陸軍の協力が得られず、随格を含めたサイパン突入作戦は、実施されなかった。1944年9月23日、瀬戸内海在博の各艦艇で、映画、雷撃隊出動の撮影が行われ、 訓練中の随格艦上でも撮影が行われた。海軍が撮影協力した東方映画、大撃隊出動の1コマ。艦上攻撃機、天山を発艦させている場面で、マリアナ沖海戦から最後となった、人沖海戦までの間の時期と思われる。なお、本編中で97艦航が発艦する場面、飛行甲板上で待機している冷戦や発艦する。 天山観光を環境上部から撮影した場面は、天山観光の発刊を飛行看板の下げによりや機内から撮影した場面と異なり、船体や飛行看板に明細が施されていない状態であることから、別の時期に撮影した映像を編集したものと考えられる。例ておき海鮮採集時の随格の明細図案七月十四日、随格は、クレコに入居した。 1> 第1航空戦隊は空母2隻となる。マリアナ沖海戦での損傷復旧とともに、戦訓からガソリンタンクの防御強化や艦内の木製家具をなくすなどの不燃化対策がより徹底され、船体や甲板には空母以外の艦船に見せかけるための明細塗装を施した。武装は対空噴進砲発揮を新設。 この他にも 25mm 単装機銃や13号、電炭、水中超音機が追加装備された。8月に出居後、8月6日に空母運流が第1航空船体に編入された。8月10日、随格は第1航空船体から第3航空船体に編入、3航船は空母4隻となる。第一航空戦隊は運型航空母艦2隻で、 再編され、小沢司令長官は、天木に、正気を掲げた。随格は、両官とともに、瀬戸内海で訓練に入った。9月には講述する、映画撮影にも協力した。10月上旬、アメリカ軍機動部隊が沖縄に出現したため、連合艦隊は、都市号作戦警戒を発令。連合艦隊は、内海西部で訓練中の、第三航空戦隊、 第4航空船隊の母艦航空隊を取り上げ、陸上基地に配備した。機動部隊主席参謀、大前とシーチ大佐は、上重徳連合艦隊参謀と何度も接触。連合艦隊は、母艦艦隊の出動に期待しないと明示したため、小沢長官も母艦航空隊の地上基地転用に了承したという。選挙区は10月中旬の台湾沖航空船を経て、 フィリピン方面の攻防戦に焦点が移る。作戦の一環として、連合艦隊は、第二艦隊司令長官、栗田竹雄中将指揮下の水上艦部隊を、レイテ湾に突入させるため、小沢中将時期卒の第三艦隊に、アメリカ軍機動部隊を誘致するお取り役を命じた。10月20日、随格は、小沢自三郎中将が指揮する、第一機動艦隊の機関として、 本土を離れ、フィリピン北東へ進出した。小沢機動部隊は、第3航空戦隊第4航空戦隊軽巡洋艦2隻、松型駆逐艦4隻、第61駆逐隊、第41駆逐隊で編成されていた。各艦の搭載機は、合計116機であったとされる。10月23日、松型2隻は墜落した。 随格所属霊式艦上戦闘機救助のため、小沢艦隊から分離、燃料不足のため、小沢艦隊に復帰せず、戦場を離脱した。10月24日午前11時30分、随格から霊戦16機、爆走霊戦16機、水星2機、天山1機が発進し、打3空母の32機と合計した攻撃隊は、アメリカ機動部隊攻撃に向かった。 アメリカ軍空母2隻を、撃沈、数隻に命中弾を与えたとするが、実際には、空母、エセックスや、ラングレーへの攻撃が資金弾となったものの、戦果はなかった。撃墜された機も多かったが、攻撃後に、陸上基地に向かった機もあり、小沢機動部隊に帰還した機は3機であった。また故障で零戦6機、爆走零戦5機が着艦した。 小沢機動部隊の航空戦力は29機に減少した。一方、アメリカ軍第38任務部隊のウィリアム・ハルゼージュニア司令官は、軽空母プリンストンの喪失を、小沢機動部隊艦載機による攻撃と判断、小沢機動部隊を壊滅させるべく北上を開始した。栗田艦隊は24日の第38任務部隊による空襲で、数隻に損害を受けたが、 たかの損害は警備であった。だが、春勢司令官は、栗田艦隊は大打撃を受けて無力化したとご判断、本命である、日本空母を決戦の相手に選んだのである。25日対空戦当時の小沢機動部隊は、第3航空戦隊の空母4隻、第4航空戦隊の航空戦艦2隻、軽巡洋艦3隻、駆逐艦6隻で編成され、さらに第一軍と、 第二軍に分離していた。随格冷戦9機が発進、直演となる。また午前6時13分、爆走冷戦5機、水星1機、天山4機が発進した。写真は10月25日午前中の第一次攻撃の、際のものと思われる。中央が随格で爆弾の命中により、火災が発生している。この日、 随格は午前8時頃の第一次攻撃により、魚雷1、爆弾3を受けたが、高校に支障なく、午後の攻撃まで健在であった。手前は若月、右手遠方は、随宝と思われる。昭和19年10月25日、沿河の三崎沖海戦で、米艦再起の攻撃を受ける随格。高速で米機の攻撃をかわす、随格、第一次攻撃の姿らしく。 艦は火災により、黒煙を上げているが、飛行艦班の被害はそれほどでもなく、まだかなりの速力を維持している。午前8時20分から、アメリカ軍機約130機による、第一波攻撃を受けた。8時35分、髄核の艦班中央部に、爆弾一発が命中した。さらに2分後に、魚雷一本が、髄核の左舷に命中し、機械室が浸水、関西機が、 発着艦不能となってしまった。また送風装置の故障により機関部温度が急上昇して材質不能となり、この結果右に軸運転となった。環境の舵取り装置も故障し直接操舵となるが修理により8時45分復旧する。火災も沈下した。一方で機関部に命中した魚雷により一時電源が遮断され、 各部降格砲や対空機銃のモーターが使用不能となり、通信能力も制限されるなど、艦の機能に重大な影響を残し、随格の速力は22ノットまで低下した。また、第一波攻撃で、両艦は次々に被弾し、9時頃に秋月が沈没した。第二波の攻撃までは、約1時間の時間があり、そのまも小沢機動部隊は、 おとりの役目を果たすべく北上を継続した。随格の管内では必死の修理が進められたが、左傾斜6度の管内作業は相当な困難を伴い、また機関部の被害は深刻で完全な復旧は不可能であった。8時48分、送受信不能になり、随格は大淀に無線代行を依頼した。その後復旧し、 アメリカ軍の誘致に成功したことが発信されるが、その通信が、栗田艦隊には届くことはなかった。9時27分、千歳が沈没した。9時44分、小沢中将は、機関施設の整った大淀に機関を変更すべく、準備を進めさせたが、その前に、アメリカ軍の第二波攻撃隊が接近したため、大淀は距離を取った。第二波の攻撃では、 随格に対しては、資金団のみで、被害は少なかった。千代田が被弾して落語、小沢中将は、大淀関西カッターで随格を離れ、10時54分に、大淀に、正機を移した。11時7分、各部隊に、機関変更の通達がなされた。この頃、上空直延機9機が、燃料切れで不時着した。1名は大淀に救助され、 8名は初月に救助された。しかし、救助できず溺死した複数の搭乗員も、大淀から目撃されている。第三次の攻撃を受け下舷に大きく傾いた、随格、7本の魚雷と4発の爆弾を受けた、随格は、午後1時頃には20度近く傾斜し、ほとんど機能を失ってしまった。対空砲火の中心は機銃のみとなり、 攻殻砲の弾幕はほとんどなくなっている。作砲で戦闘中の艦は、若月と思われる。13時頃から始まった第3波攻撃では、小沢艦隊の他の空母が、すでに大破、沈没したこともあって、攻撃は随格に集中した。速力低下をきたしたことが致命傷につながり、左炎に4本、右に2本の魚雷を受けた。また爆弾も五から七発命中し、 気発油タンクなどに引火して火災が発生した。左辺に20度傾斜し、1325管内浸水、火災猛烈ところ桶の手段なしという状態となった。対空火器は爆撃によって破壊されるか、動力を断たれて使用不能となった。過労死で残った右辺の広格砲が最後まで射撃を継続していたが、方針が加熱して焼けるなどして、 迎撃継続が困難となり、最終的に傾斜が増して、旋回不能になり沈黙した。13時27分、随閣の海塚艦長は、総員発着艦板見上がれを可憐した。米軍機からの攻撃で被弾し、沈没する寸前の随閣。13時55分 -58 分ごろ、軍艦機降下に至り、総員体艦が発令された後、傾斜は増していった。 随法は14時7分に、随格左に、傾斜発着艦板水際に進と報告している。直後の14時14分、随格は直立するように沈没していった。大淀記録14時20分。随格の沈没時には、アメリカ軍の攻撃は終了しており、総引退艦時に撮影された、随格の飛行艦板での写真は有名である。随格の沈没地点は、 北緯19度57分、統計126度34分と記録されている。官邸近くで敵心防止を担当する特進犯員だった近藤強造は沈没後、駆逐艦若月に救助された。巨艦である髄格が沈む時には大きな渦が発生すると予想されるため、脱出時には200メートル以上泳いで離れるよう指導されていたと回想している。 近藤によると、随格沈没後に、大きな海中爆発が2回起き、強い衝撃を感じたという。航空母艦随格の日小沢艦隊は、随格の沈没後も空襲を受け、間もなく、随方も沈没した。このため生存者の漂流は、長時間に及んだ。最終的に、鹿49名、下士艦艇794名が戦死した。 初月に救助された生存者は、追撃してきた、米艦隊に初月が撃沈された際に戦死した。随格の貝塚艦長は、体幹を拒否し、艦長休憩室に入って、鍵をかけたという。奈良県柏原市の柏原上宮若雄遊園には、航空母艦随格の火が混流されており、傍らには、川崎重工が再現した三角マストのレプリカが、立っている。 真珠湾攻撃に参加した日本の空母6隻のうち最後まで残ったのが随格である。随格は正規空母として設計、建造され、機動部隊として作戦に参加できた最後の空母でもあった。随格喪失を含め空母戦力の大半を失ったことにより、これ以降、空母戦力を組織的に運用、作戦できる隻数、艦載機、 上院の確保が困難になり、事実上日本海軍の機動部隊は壊滅した。次々に沈む各艦を目撃した小沢中将は、これがかつて全世界にその最強を誇った日本海軍の機動部隊の末路かと思うと情けなくなり、また日本の運命がこの機動部隊の末路のようになっていくのではなかろうかと感じたという。 11月15日、第1機動艦隊を呼び、第3艦隊は解体された。ありがとうございます。